ありがとう。だけど今日のお祝いは超レアなアファシスを手に入れた幸運なニュービーのお祝いさ。みんな俺の仲間だ。詳しくはこん。わあ、美人さんなんですね、アファシスって。私はクレア、アファシスはこっち。私がアファシスです。皆さんと同じに見えるかもしれませんが、ごめんなさい。はじめまして皆さん。私はアファシステムタイプ X 型番では呼びにくいでしょうし、私も舌を噛みそうです。どうぞ好きな名前で呼んでください。できるだけ短いのが好みです。マスターがくれた名前は特別なのです。だからマスター以外の方に使われるのはうわー、羨ましい、羨ましすぎるぜ。あんた、oh、my God。 俺も欲しい、俺だけの可愛い子。ジージー王に来ても変わらんな、クライは。そう、そうだね。ナンバーがぜ分かりやすくていいんじゃない。レイちゃん、承知しました。皆さんよろしくお願い。パーティーにお誘いいただけたら皆さんを全力。マスターがお留守の時でもどんどん誘ってください。へえ、マスターじゃなくてもパーティー加入で。俺は俺専用の可愛い子ちゃんを。だからお前。それじゃあ改めて乾杯。アファシスゲット、おめでとう。おめでとう。早速噂になっているぜ、ニュービーがアファシスを手に入れたってよ。GGO 最強のリアル情報屋のアルゴさんもニュービーのネタは買うって言ってたよ。みんな欲しがっているから今なら高い値段がつく。へえ、それはいいこと。イリト君、友達のジョ。ねえ、アスナの銃撃をかわしたって本当？へえ、君って実はかなりの凄腕なんじゃない？その武器って見たことないんだけど。二実装の武器？アファシ。はい、タイプ X だけが有する1回だけの特別な機能です。他にもいろんな機能があります。多分 AI。 確かにこれは俺も見たことがない。移動サポート機能。エギル、初心者相手にボッ。そらまあ友達価格ってやつで。まったく、ちょっぴり羨ましい。昔から運はいい方よね、あんた。ねえねえ、クレハはスコードロン入ってるの？ううん、私は基本ソロ。狩りのために加入することはあるけど、あんまり長いはしない。あの賛成。私たちグロッケンにほみんなでお茶したりおしゃべりしたりしてるから。いい、歓迎するわ。ありがとう、すごく嬉しい。男の人ばかりの。そうなの、マスクレハの気持ち。うん、私もしっかり目標を持っているんだね。うん、私もお手伝いできることがあったら何でも言ってく。みんなありがとう。あのね、だからこうやってみんなと知り合えただけで十分幸せというか。うわー、もうなんて言ったらいい。なんか私まであんたのラッキーをもらっちゃったみたい。今日はとっても楽しかったわ。おい、ちょっと外。 Oh god。急にパーティーに誘って悪かったかな。想像しくてびっくりしただろ。口が悪いのもいるけど、みんな気のいい連中だし頼りになる。君ってさ、ソロタイプだろ。そりゃ昔の俺みたいなフレンドゼロとは違うだろうけど、なんとなく君がアファシスをかばった理由を聞いた時、妙な親近感が湧いたというか。俺はどちらかというと効率重視タイプだし、普段は理屈で物事を考える方なんだけどさ、それでも考える前に体が動くってあるよな。そういう時の理屈は後からついてくるんだよ。君もそんなところがあるように見えたんだ。
きっと君にとってあのアファシスは、って全部俺の勝手な考えだけどね。それならいいけど、ゲーム初日からそんな大切なものに巡り合えるなんて、君は本当にラッキーだな。一つ聞きたいんだけど、いいかな？仮想と現実の差は何だと思う？世間では仮想、VR 空間はまがいものだっていう人もいる。俺はそうは思わない。だって俺たちは今、ここで生きているんだ。この広い世界を自分の力でどこまでも行く。ワクワクしないか？だろ？やっぱり君は俺と同じタイプの人種だ。ようこそ仮想世界へ。 Thanks, bro! マスター、お帰りなさい。ここはマスターの部屋で、私はマスターのアファシスです。なんといっても私はアフィフアイアドバイザー。とにかく私はとても利口なサポート AI であり、完全無欠の金庫の。そういえばチュートリアルはまだしていませんでしたね。クレジットやアイテムの管理、部屋の掃除から友達の少ないマスターの話し相手まで、何か聞きたいことはありますか？To earn large bounties by hunting down enemies, tracking down treasures across large open fields and dungeons. The more famous among your players, opportunities will open the scope of what you do in the game. Will expand. Okay, cool. Cool.覚えなければいけないことはまだまだ。出かける前には準備を万全にしましょう。あ、街の中は安全です。他者を攻撃できる。まあどんな場所でも私がいれば安心です。敵が出てもず、さあカスタマイズポイントを使って、ステータスは戦いだけでは。まずは私の。おかしいのです。なぜこんなに変な。マスター、私では非常事態です。ミサイルを射出したり。あ、原因が分かりました。マスターがヘナチョコなのはただの事実です。落ち込まない。アファシスはサポート AI なので使用者で。だからマスターが強くなれば私も。では続いてマスター。メールが来ました。メニューを開いてメールを選。SBC クロッケンですか。Him up a bit.
her hair real quick. So cute. じゃない。私を待たすなんていい度胸ね。ほら、さっさと行くわよ。まず GGO の設定は知ってる？この世界ではね、遥か昔に宇宙戦争があったの。多くの技術は失われ、都市は廃墟と化してしまった。ここ、SBC グロッケンは大型宇宙戦艦を使って作られたんだって。いわゆるロストテクノロジーの塊ね。そんな設定だから、武器や防具はお店、攻略情報は攻略サイトでまとめられて。私がいるからいいけど、ちゃんと道を覚えてよ。グロッケンは迷路みたいな場所があるから。おい、あんたの連れているそれってアファシスだろ。よく借りたな。私はタイプ X です。マスターからお金は取りません。うえ、俺タイプ X ってマジかよ。その通りです。私はとても。マジすげえ。いいな。どうやって入手。ちょっといいですか。そのアファシス、タイプ X なら30メガクレジット？ダメです。私はマスターのものなのです。そうですよね、マスター。当然の結論です。残念です。もし、ここはいつもワイワイ賑やかなの。情報を集めるにはいいスポットよ。なんで GGO ってこんなに男臭いんだろう。これでも最初の頃と。ここがショップターミナル。品揃えはまあまあ。初心者に必要なものはね。ちょっと寄っていこうよ。私、消耗品を買ってくるから、とりあえず購入に迷ったら私に相談してください。マスターに現実を見せてあげます。ステータスに合わない武器は使えないし、予算管理は大事。君たち買い物？ NPC ショップでは大したもの買えないよ。俺、レアアイテムをいくつか持ってて。いい人ですね。いやいや。で、やめときな。半端な知識。失礼な。私の知識は完璧です。おじさん、プレイヤー同士情報で、せっかく銃好きが集まっている GGO、はあ、バザルト嬢さんに見つかったのが運の尽き。今回はなんかあった。危うく騙されるところでした。おじさん、その。おいおい、まだおじさんかい。お前さんたちがあまりにものんきな雰囲気だったから。だっておかしいです。お、いいこと言うね。確かに銃好きに悪い奴はいない。Oh、剣使いはダメだ。しかも女の子に取り囲まれている剣使いは最悪だね。あった。助けてもらってよかったね、姉ちゃん。あのバザルト嬢って名前、ランキングで見たことが。 GGO らしいガンマンさんでした。そうね、 GGO プレイヤーらしいというか、ゴダ。
Oh, I don't even have enough. Okay. Yeah. 久しぶりだね。と言っても再会を懐かしむほどの時間ではないけど、覚えていてくれたんだ。でもさん付けなんてしなくていいよ。多分、ああ、僕がみんなをくんと呼ぶのは訳ありでさ、呼び捨てにすると勘違いしちゃう女の子が多くて。それでさ、君はどうして NPC のアファシスを助けようとした？この前の大会の録画データが手に入ってさ、その中で君は切りかかるキリト君と戦おうとすらせず、確かにアファシスはレアアイテムだけど、それともあの時点であの大会の中で君のあの行動だけが、もしよかったら理由を教えてくれないかな。彼も僕と同じところに興味を持つ。それで君は何て答えたんだい？君は理屈によらず失礼。まず大した知り合いでもない僕の質問に、君はいい人だ。マスター、ここにいたんですね。おっと、用事の途中だったのか。SBC グロッケンの主な施設はこんなところよ。変なおじさんもいたけど面白い。他にもいろんなショップや情報屋が。一周するだけでも結構歩いたわね。これからどうしようか。どこかでお茶でも。マスター、メールが来ました。いいじゃない。早速。No, Lord. お邪魔しまーす。キリト、こんにちはです。いらっしゃい。道に迷わなかった？いや、ちょうどよかった。この前の打ち上げではろくに紹介もできなかったから、改めて。はいはーい、私から行きます。私はリズベット。じ、武器を改造したり強化するなら声かけてね。ほう、手数料か。やあね、商人さんと違って私は職人なの。私はリーファー、仲良くしてね。特技は空を飛ぶ速さ。空を飛ぶ？あ、もしかして。そうそう、アルブヘイムオンラインっていうファンタジー系の部。そこではね、プレイヤーは妖精になって自由に空を飛べるんだ。もちろんリーファさんの気持ちわかります。今までは剣や魔法がめ。あ、私はし、ピナちゃんってもしかして。あ、ピナは私と一緒にコンバートしてきた子なんです。確かに珍しい子なんですけど。でもいくらレアとは言ってもペットは戦闘に参加するわけじゃないし。わかるぜ、俺もこの。そうなのよ、レア、同じレアものだったら。あとペットって何よりも費用がすごくかさむらしくって。が、そういえばピナがいつもよりたくさんご飯を。ピナ、もしかしてもうお腹が空いちゃった？あの、私ピナのご飯代のために頑張りますから、いっぱい誘ってくださいね。そしてこちらがシノンよ。特技は狙撃かな。シノノンの狙撃の腕前はトップクラスよ。3000メートル先の。3000メートル？はい、これはプレイヤースキルで補正しないと
あ、かわいい。こんな小さいアバ。こんにちは、ユイです。この前、パパとママと戦った。パパ？ああ、ユイは俺とアスナの子供なんだ。こら、あまりリアルのことを聞いちゃまな。一応言っておくけど、まだおじさんと呼ばれる年ではないよ、絶対に。ねえ、キリト。そうだな。実はユイは外部からログインさせた AI なんだ。ザスカ、運営会社には内緒にしておいてお。驚きました。ユイは人。ああ、人間のように見えるけど、アファシスと同じステータスを見る限り、GGO に連れていくためにアカウントを取ったんだよ。ちゃんと月々の接続料も払ってる。よくわかりませんが、そんなこ。はい、アファシスさん。ユイちゃんとは。そうなんだ。はい、よろしく。で、まあ俺とアスナは結婚しているんだ。あくまでも GGO にも結婚システムがあればいいのに。まあ、そういうタイプのゲームでは。おい、そろそろ。おっと、わす。おい、キリト。悪い悪い。ナイストゥミーチュー。この前は急に武器を売ってくれと言ってしまって悪かったな。 UFG についてザスカーから発表があったのは、俺も近いうちに手に入れてみせるから。レッ、このメンバーの要、 GGO 女性プレイヤーのちなみに絶賛。暗い。あんたという本当すごくひでえ。ここにいるのはキリトさんの。スコードロンの名前は何。スコードロンは作っていないんだ。狩りに行くときとか必要。みんな付き合いの長い連中だから、スコードロンのシステムはあまり必要ないかな。なあ、今までいくだからガンゲーの GGO に興味があってさ。みんなも。でもキリト君はここでも剣を使って。銃だって使っているさ。サブウェポンだけど。はいはい。それよりまだ本題を。まあそうだった。君は GGO に来て日も浅いだろ。よかったら俺たちが。この前のパーティーはとっても楽しかったから、みんなあなたたちと仲良くなりたいなって思っているの。だから気軽に話しかけて。よかったじゃない。 GGO は独自のシステムが多いから、いろいろ仲間は街にもいるから、見かけたら話しかけてみるといい。面白。俺は SBC グロッケンを案内するよ。ここは迷路みたい。裏道から変なショップまで全部教える。あ、ごめんね、私がもう案内しちゃった。変なショップ。そうなのか。参ったな。俺はあんまりクラフト系のスキル。あ、カジノにでも遊びに行くか。この間あるゲームで大儲けしてさ。キリトくん。あ、わかったよ。場所の案内だけしたけど。じゃあ総督府の端末ターミナルの使い方はまだ。よし、決まりだ。俺についてきて。この総督府ではクエストの受注ができる。今まで受付はターミナル相手で弾けなかったんだけど、大型アップデート以降はアファシスが会話できる。アファシスが入ったおかげで。じゃあまずはあそこにある受付では共闘クエストを受けることができるんだ。パーティーを組んで強敵と戦うクエストなんかがあるな。そんなに緊張するなって。俺でよ。あっちのターミナルではクエストの受注もできる。俺は貢献使いだからあまり困ったことはないけど、玉切れには気をつけろよ。あのアファシスに話しかけると自分の賞金ランキングを教えてくれる。探索フィールドに出てバトルをすると賞金は SBC グロッケ。賞金ランキングを上げると、積極的にって言っても普通に話しかければいいからな。クラインみたいに口説きにかかる必要はない。俺の中でもクラインのことだ。総督府の基本的な機能はこんなところかな。
クエストはどんどんやもうちょうどシノンたちが来ているな。いろいろ質問をしてくれればよ。ああ、プレミアじゃないか。こんにちは。はじめまして、キリト。仲間とは。待て待て、プレミア。頼むからそんな目で見ないでくれ。この子はな、AI なんだよ。ユイと同じというか、前にやっていたゲーム。NPC？ そんなの他のゲームに。法律違反もマナー違反も何もしてないぞ。そのゲーム。ユイをプレイヤーとして GCO に連れていく話をしたら、そうです、キリトと一緒にいたいという願いを叶えてもらいました。その辺は全てノーコメントだ。まあ、あえて深くは聞かないといてあげるけど、その表現についてはそういえばプレミア今日は何をしていたんだい？お散歩をしていました。オリジンとは違った雰囲気、もっと外にも出てみたいです。パーティーを組む際は呼んでください。はい、私もぜひ。
そこの君、何かお探しかい？お困りのことがあったらお姉さんに相談してみない特別に初回限定サービス。今回それ以上の情報はその前にブロッケン中のいいお得意さんになって、初心者なのにアファシスタイプ X と実装、おかげで君の情報が結構いいねで売れたんだな。何心配するな、こう見えても。じゃあこれからよろしく。SBC フリューゲルが解放されたら俺たちと一緒に攻略しないか？そうね。リリースの情報によればフリューゲル付近はこうな、初心者には難しいと思うわ。まずはあと確か SBC フリューゲルのクエスト、アファシスが行けば役に立つかもしれないけど。でも攻略に必要なアファシスならレンタルできるようになって。残念だけどレベルが上がるまでキリトさんたちを待たせるのは悪いから。クレハさんだって十分強いじゃない。一番乗りを狙わなくていいの？それもしたいけど、私は付き合い長いから。 GGO に呼んだのも私だしね。しばらくは特別にあんたのお守りをしてあげるから。いいコンビなのね。そういうんじゃないわよ。二人の邪魔をしたいわけではないけど、ぶっちゃけ俺たちそんなにレベルは高くないん。まさかあんなにランキングに。対人戦はプレイヤースキルで。多分クレハとあまりか。だから SBC フリューゲルが解放される前に俺たちもレベル。ちなみに下心もなくはない。隠しイベントとかある。それにこういう大きなイベントはさ、みんなでやった方が。ぜひ、よし、これで決まりね。武器やアイテムの準備も忘れないでね。メンテナ。アファシスも新フィールドもわからないことだらけか。なんかワクワクしてきたね。ファイトーです、マスター。なんとかなったな。うん、お疲れ様。はい、アスナ。
GGO 版スイッチってとこだ。その息の合ったプレ…え？私たちはだから戦闘中もお互いに信頼できるパートナー。ああそうだな。絆ですか。絆と仲良くするのもすっごく大事。私もまっま、だったら格好のこれは次、うん、いわゆるタッグトーナメント戦の大会だね。またやります。マスターとのこれってライバルを勧誘しちゃったのか。そうだ、ね、そんなことあおマスター、前方に敵を発見です。あの人こちらに気づかずに歩いているのです。逃げ…え、どうして…でも、所詮を颯爽と勝利できるのに…キャーッ！これは別方向からの射撃…ごめんなさい…さっき隠れていた敵に見つかったのは…はい…わざと分かりやすい場所に最初の一人を配置することで、そしてこちらがのこのこ現れたところを隠れていたもう一人が攻撃をするつもり。おお、二人ともモニターで見てたよ。初戦突破おめでキリと。どうしたんだ、せっかく勝て。何かあったの。実はなるほど、確かに最初キリトたちにもそう。キリト君さらに落ち込ませてどうするの。あー、すまんレイちゃんは足を引っ。それもそうですが、私はこの大会で、でも絆どころか戦いの中で育む絆。敵のあんな、このままでは絆どころかマスターに迷惑。確かに友情や絆を深めていくのにそもそも気の合わない奴らと。でも絆ってのは時間。それはと、うん、俺が戦いの中であんまり難しく考えないようにした方がいいかもね。あ、はい。マスター、あいつらの2回戦は終わったみたいだな。うん、でもレイちゃんの動きあんまり良くなかったね。やっぱそうだな。アバシスはマスターをサポートしようとしているけど、マスターの方はそんなこと。もっと対等なパートナーとしてアバシスと共に戦っていきたい。きっとそうだね。でもレイちゃんも自分の役割を果たそうと必死。そう簡単にそれを捨てることはできないだよな。アバシスも間違ってるわけじゃないしな。だからこそこのタッグバトルが何かのきっかけになればいいと。そうね。あ、キリト、あっちも私。なあアスナ。マスター、ついにキリトたちとの対戦が始まったのです。二人は強敵です。ここにいたな二人と。キリトアスナ、この戦い負けるわけにはいかと。もちろんなのです。じゃあ遠慮なく行かせても。一回戦二回戦のマスター、大丈夫ですか。それはマスターを守ることは私にとって一番大切な務めなのです。二人ともここに。覚悟はいいかな。マスター、危ない。マスターわかったなかなかやるね。マスターここで一気に畳みか。マスターには数秒時間稼ぎをしてほしいのです。その間に私はいなので。はあ、まで、キリト。ああ、息もぴったりだったぜ。俺も、ん？いえ、なんでもない。さあさあ、それよりも次は、はいなのです。